ルーシーウェブスター役の津田みなみです。はい、ルーシーはですね、まず、カレッジ編ではですね、チセとルームメイトになるんですね。まあなんですけど、ちょっと出会い方があんまり良くないと言いますか、こうドアを開けた瞬間にみたいなところだったので、まあこれからどうなっちゃうのっていうキャラクターだったんですけど、まあどんどんとね、まあその知性との関係性も深まっていきますので、注目していただきたいキャラクターになっています。はい。でアフレコ時はその知性との同級生というところで、私自身結構ルーシーに大人っぽい印象を受けていたので、大人っぽくというか、ちょっと声色も結構大人に近い形で演じていたんですけれども、まあ、ルーシーとの、ルーシーと知性は同級生だから、もうちょっとその同級生っぽくというか、もうちょっと幼くしてもいいよっていう形で、ディレクションを受けたのを覚えています。はい。なのでまあいろいろ注目していただきたいポイントがありますので、ぜひぜひ皆さん見る際はいろんなキャラクターに注目しながら、キャラクターも増えましたのでね、ルーシーにも注目していただきたいと思います。よろしくお願いします。